っとすごく怖かったよね。まだ痛むのかも。しばらくそっとしておくのも優しさなんじゃないの。ライブハウスのオファーはいいのかな。ハローハッピーワールドは世界を笑顔にするバンドなのよ。メンバーのハグミが笑顔じゃないのにライブハウスどころじゃないわ。すぐにそのあかりって子のところへ行ってハグミを笑顔に戻さなきゃ。心ちゃん、まあせっかく決まったライブハウス出演だけど、そうなるかな。ダメでしょ。そうなの。そうなの。私がどうしてもやりたいって。ああ、もうわかりました。ちょっとミッシェルが病院に聞いてみるから、いきなり行くのはダメ。メンバーは全員待機。了解ミッシェル。ミッシェルがそう言うなら仕方ないわね。ミサキちゃん大丈夫？私何ができるかわからないけど、頑張って手伝うから。ありがとうカノンさん。二人でならちょっといける気がしてきた。はあ、ありがとう。ミサキちゃんのおかげで無事ライブできるんだね。まあこのミッシェル様にかかれば楽勝楽勝ですよ。みんな準備はいいかしら。バカ心、病院では声控えめってさっき言ったでしょ。私そういうコントロール微調整ってちょっとだけ苦手なの。あんたが自分をコントロールしてるところなんて見たことないよ。